ちょっとこれ物を申さないといけないという、はい、そうですね、この桃屋さんからもちょっと一言。エナジー君にもう任すのはそろそろあなた方もやめろということです。いやいや、まあまあまあ、ちょっとね、違います。もうバキバキを目指しましょう。バキバキ企画っていう。やる気元気森脇チャンネルでございます。よろしくお願いします。さあ、ちょっと、ね、今日はちょっと特集なんですけど、ちょっとこれ物を申さないといけないという、はい、そうですね、この森脇さんからもちょっと一言。このチャンネル見てもらってる方は分かってもらえると思うんですけど、はい、僕が地獄の追い込みトレーニング、まあ、入りまして、そうですね、789と3ヶ月間地獄の追い込みトレーニングを、まあ、いつもパートナーで来てくれてるのがエナジー西出君が頑張って、はい、エナジー君が来てくれてます。その前はうちのスタッフ、はい、ヒカル君と、まあ、春日さんというか、はい、僕についてそうですね走ってましたが、ね、はい、ある時からエナジー君に頼りっきりになってそうです、ね、ある時ですよね、突然バッと変わりましたよね。なんか森脇さんの追い込みに付き合うのがもう我々も怖いとやっぱもうその前後も体おかしになるし、エナジー君呼ぼうぜっていう話になり、エナジー君来たらエナジー君もエナジー君でカメラが変に回せちゃうもんだから、そうやね。でもそのエナジー西出君が来る前に、まあ結構頑張ってたじゃないですか、一緒に階段ダッシュしたり、はい、一緒に500、300、100やったり、やってましたね。最初はなんか ね、 いや僕らでもまあ一応サブ4なんでみたいな、でそうですね、まあまあちょっと僕らも大阪マラソン走ってますみたいな、はい、やっぱり僕がこれを見てる方に言いたいのは、ギリギリまでやるから強くなるっていうね、いつまでもまあまあなあなあでやってたら楽しいな、はい面白いなでやってるならやっぱり強くなれないでしょ、はい、やっぱり強くなろうと思ったら限界突破、ギリギリまでやるからっていうことやったけど、なぜやるかですよ、はい、生きてる実感が湧くんですそこで今回から、はい、エナジー君にもう任すのはそろそろあなた方もやめろということです。いやいや、まあまあまあ、ちょっとね、違うんですよ、ついていけないとこもやっぱあるのはあるんで、じゃここでやめたらズルズルもう、はい、いわゆるもう終わっていくからね、はい、そこで、はい、夏場外で練習するのもきついので、ヒカル君、はい、宇津木さん、そして、はい、春日さんには腹筋、はい、もうバキバキを目指しましょう。バキバキ企画っていう。お腹もね、全員出てきてるんですよ、これ。さあ、1ヶ月経ちまして、みっちり腹筋してきましたよ、我々もスタッフも。そして、なぜか、その時現場にいた藤森さんも巻き込まれ、4人で、腹筋を1ヶ月結構しっかりやってきました。はい、ビフォーの写真今これあります。はい、アフター行きますか。行きます。まずは宇津木さん、はい、まず宇津木さんどうぞでもでちょっと締まったんじゃないですか。ちょっと横向いてもらって、おお、まあ、一番ぽっちゃり体型の、そう、腹筋だけじゃなくて宇多田伏せも宇津木さんやってるよね。胸板が熱いから、そうですね、まあ、カメラマンなんでね、胸板熱いから、パワーはあるんで絶対にかっこよくなるよ。じゃあ次はさあ、めちゃめちゃ腹引き上げてる春日君が来ましたよ。さあ来ましたよさあ行きますよ、こちらです。ダン、おお、さあさあさあ、まあ結構走ってるんで、まあ、春日さんはやってるしね。ただちょっとあれ腕立てやってる結構腕立てやってるよねやっぱ腕立ての方が胸筋、そういうことですよ ね、だから胸が出ると腹がへっこんで見える効果がやっぱある。まあ腹筋もまあまあこれからっていうのはどこかな、
まあでも1ヶ月したら十分じゃないの、春日さんも。はい。さあ、ヒカル君の1ヶ月後は腹筋頑張ってきたら、こうなれば、おっと胸筋が胸筋、ちょっとお腹絞れてますやん、横向いて。ほら。いや、だいぶ、やっぱ、ちょっとこう。ちょっと猫背みたいになって。猫背みたいな、この辺息吐いて。おー、頑張ってる。ちょっと、縮に力入れてみたい。ガッと。おい。おもろいな。なんか、中途半端な筋肉がついてるとみんなおもろいな。さあ、続きましては、藤井もやしさん。はい。1ヶ月前は、こんなんでした。なんなんさあお願いします。1ヶ月経ちました、はい、藤井さんはこうなりました。おー、予想なんですよね。ちょっと猫背になって息吐いて。いや大丈夫やわ。いやね、藤井さんだからね、ちょっと病的な太り方やったんですよ。ビフォーの方はちょっとお腹がポコッとこう、お腹だけが、うん、のみんなやり終わったら、うん、あの LINE で連絡しちゃうというシステム。そうなんですよ、ライズアップシステム、あ、そうなん、今日こんだけやりましたっていう4人だけのグループがあるんですか。毎日サボったらすごい罪悪感があって、はい、でもまあ藤井君は優秀ですよ。やっぱりさすがタレント。はい、1ヶ月でまとめてきましたね、結果をね。どんな腹筋やってんの。今これで気になるで、ここまで1ヶ月だったら見てる人。今その、光くんに教えてもらったやつがこのブラック腹筋って言って、こう筋肉なくてこうそうなんですよ、だんだんいろんな腹筋をね飽きてきたんで、こうこういうやつなんですけど、これが意外とね、しんどくなくてめっちゃ効果が来てる感じがするんですよ。でなんかね、足のね指をこう浮かすんですよ、指だけ。お腹を意識しながらこう5秒間後ろにこう。さあ、まあまあでもおっさんたち4人でそれなりに結果は出たんかなと。出てきても、もうこれやんの、まだ継続すんの、とりあえずやんの、あと1回。そんなつもりはあんまなかったですけど、もうないの。さあ、そっちでもいいよ、僕はもうその強制せえへんし、やるんやったらやって、やらへんやったらやらへんでも、どっちでも、まあ再生回数のあれに見ますよ。まあでもやりましょうか。やりましょうか。せめて誰か一人ぐらいはちょっとバキバキになる。じゃあ、まあ、じゃあもう一回だけ見せてもらいましょう。一、はい、回見て、はい、じゃあまあもう引き続き頑張りますんで、まあ、皆さんもねちょっとトレーニングね、はい、こういうトレーニングしたらこのぐらい変わる。1ヶ月結構ちゃんと本気で、回数はバラバラですけど、やったらこんな結果になりましたという答えでした。じゃあ続きがあればまた来月皆様よろしくお願いします。あれば、ね、あれば、はい、